으악! 코나가 이야기다! 너는 임무 引き受ける? 諦めたらダメだよな。 あ、 行こう。 巨人の餌になんて なってたまるもんか。 勉強はどう考えても不利だ。 エレンの演説を聞いてからかな、 私も何かしなきゃって思ったんだ。 死んでも足は引っ張らない。役に立ってみせるよ。 状況を黙って見ているわけにはいかない。 ダズ、 お前が助けに来てくれるなんてな。 ありがとよ、 嬉しいぜ。 気にしないでくれ、トーマス。 お前が食われるのを見たくなかっただけだ。 だいぶ不利な感じだな。みんな悪かったな。俺なんかのために危ないことさせてよ。もうしっかりしてよ、ダズ。仲間をほっとけるわけないじゃない。これがあった。 押されてる。ダメだ、勝てっこねえ。サシャ、来てくれたんだ。俺はパンと芋、どっちがいいかな。悩ましいですが、今日はパンの気分ですね。あんなこと戦えってのか。これだけ頑張ったんですし、 押されてるの危なくない？ してんのか。無視はできないよな。エレン、ミカサ、アルム、それ
それぞれが生き抜く術を持った強い子たちだ。作法なんていらないんですよ。どうかしてくれないか。やるべきことが分かっていても踏ん切りがつかないこともあるさ。あんなのと戦えってのか。どうしてる？勝てるかもしれない。救援予定だわ。早く助けなきゃ。僕はみんなより速さが劣る。でもだからこそできることもあるはずだ。私はただの傍観者にすぎない。何かを変えられるのは特別な人間だけだ。よくやった新兵。貴様見覚えがあるな。出身はどこだ。自分は豚小屋出身。おい、頼むぞ。やります。ダズなのか。お前が助けに来てくれるなんて嬉しいよ。助けられてよかったよマルコ。危なくなったら逃げてたと思うけどな。食われなかった。